こんにちは。今日はこちらの4年生の書写の教科書の中からこの知るというのをね、書いていこうと思います。まずはじめに、ここ隣にね、こういうのがあるんですよ。これすごくわかりやすいので、よく見ておくといいと思います。これね、俺の部分とかね、しっかり見ておいてください。では知るという文字ですね。こちら、こう外見を見ていくと、そうですね、この字の中で1、2、3画目にあたるこの部分がこうちょっと少し出かかってるというかね、このラインでちょっとこう飛び出し気味な感じに持ってこれるといいなと思います。この長さを見てもらうと、こちらとこちらで長さ違いますよね。これがね、どうしても同じになりやすいんですよ。平坦にこう横に横にってやっちゃってたりすると、同じになったりして変らしくなくなってしまうので、この横の線、これはね、こう上に上がる右上がりの調子でこう書くことと、なおかつこちらを長くして、こちらはここでピシッと揃えるような感じで、こういう風にね持っていきましょう。で、揃えるけどこっち出るんですよ。こういう風に出ていくようにします。で、右側この作りの部分ですけど、ただの口っていう風に書く時よりも少し正方形に近いかなっていう感じです。縦と横のこの比率を見てもらうと、同じぐらいに見えますよね。だからあんまりこう横に長くしすぎなくていいです。これ横にこちらがねありますので、辺があるので、辺はこう上に上がりながらこう右を開けるように書きますけど、こちらもね同じようにこういうラインで持ってこれるように、ここで終わるといいかな。あんまり長くしすぎないってところ。あともう一つ、下とこの上の部分の空きをしっかりね、これ大事に取りたいです。なのでここ口 1,2,3,4,5 6画目になりますけど、この6画目の打ち込みの仕方を、この間を狙ってくるように、この向きでこういう風に筆を入れると、ぶつからず綺麗に入るかなと思います。はい、では汁書いていきます。まず中心線、ここにありますね。半紙の半分の大きさはここです。で、この辺りからこういう打ち込みで入ります。この角度でこう打ち込んで、こうですね、こういう感じです。スーッと左にこういう感じなんですけど、次はこの辺りにこういう向きで入ってください。ちょっとここ下の方ですよね。で、しっかりとギュッとこう上がるような、太いですよね。次は3画目は、ほらちょっとこちら側にこういうラインで出てきてねって言ってたので、この辺ですか、この辺かな、こういう感じで、こうこんな感じで持ってきたらいいかな。で、こういう風に持ってきて、こうですね、少しここをね開けましょうか。で、この辺りを狙ってこういう風に来たら近づけていいですかね。こうしてこういうところはしっかりこう置いてください。置いてこちらを短くしておきます。ちょっと極端にもやってますけど、ここ短くしておいて、ここをね、ここにこういうぶつけるような、ここにこうしておいて、キュッとちょっとこっちがこういう風に出るような感じがいいですね。ルですね。ルは何度かルはねやってると思うんですよ、他のやつでもね。こう必ず右上からこう入ってキュッと上がりますけど、ここの当て方、こうしっかりキュッとこの向きで当たるように、こういうラインがしっかり出るようにねしたいです。そこからこう置きますよね。俺の部分はこう、またここもこうしっかりこうね、まっすぐなラインが出るようにこうキュッとしといて、でこう置きます。ちょっと上がり調子な感じ、ここピーってこう線を引いてみると、ここね、こうって上がってしっかりここ止まるところで、筆をぐしゃっとしないようにここで立てるようにグッとね、その力加減をね注意しましょう。そしてここでも止まります。しっかりとトントンってきてスッと、
なんとなくこちらよりもこちらの方が短くなるような感じで、これ上にキュッて上がるようなイメージ、これがこういうふうに、であのなんとなくこう長いこういう形ができるといいですね。ルですね、ルは知るというさっきの漢字よりもちょっと小さめに見えるようにしたいです。まず中心線はここなんですけど、入る位置はこんな感じ、こういう感じでキュッと持ってきて、ここでこう折れるのでこちらに向かってこう来ますね。ギュッとまっすぐ来て、もう一度ここでこう折れる前にちょっとこういうラインがここちゃんとできるようにこうキュッと、でこう上がってきて、ここでしっかりここ止まります。その時に穂先は今こっち向いてますよ、こうになってますよ、でトントンっていう風にします。